ましょう。参りましょう。ハローファイト。ラフモンスターズは変わらず、フルアタッカーシールドプレイヤーは入れてきませんでした。対する野獣と美女は今回は、シールドレベル5を1人入れてきました。さあスピードは、レベル4ですね。さあまずは1枚目。さあラフモンスターズはチャージがね、比較的多いのでしっかりと粘っていきたい要展開。さあ試合始まって前半戦0対0、なかなか最初の1点決まりません。さあ前半は前半戦40秒は0-0、お互いライフ1枚のプレイヤーが1人ずついる。さあ油断できない、非常にヒリヒリした展開。残り30秒。さあ最後のシールド展開してきました。0-0のままラストスパート、残り20秒、決まらないぞ。さあラフモンスターズもう1人ライフ1枚になった。さあライフの枚数が多いスグル選手が前に躍り出ます。さあラスト10秒、0-0だ、0-0だ、ラスト5秒、まだ決まらない、取ってきた、最後取り返した、ここで試合終了。最後の5秒で試合が動きました。